キングオージャーリレーインタビュースタート。イエーイ。クワゴンありがとう。ギラハスティ役の酒井大成です。バッタらしくてっぺんまで連れてけよ。ドンボージャー山笠役の渡辺アウトです。行くよスカピ。姫の乱役の村上エリカです。人間の鏡日高にスカイク平川由紀です。そんなことより自己紹介させてください。カグラギ・ディボースキー役各層です。いい夢は見れたかい。ジェラミー・ブラシエリ役の池田正史です。どうせ自分のキャラの好きなところはすごく、感情が、はっきりしていてまっすぐなところ、人に対する距離感とリスペクトです。実はめっちゃおせっかいで優しいところ。面白いとこ。可愛いとこ。語彙力。王様になったら何がしたい？ぐーたらしたい。美味しいものが食べたい。私が王ってこと？めっちゃファッションいっぱいする。毎日豪華な料理を食べる。戦争をなくしたい。ドラえもんを側近にしたい。特殊能力が使えるならどんな能力がいい？それ王様として時間を操る。自由に体重コントロール。いろんなところに旅行できる能力。どこでもドア。シンプルに空を飛ぶ。こんにゃくが食べたい。洗車機の人間バージョンでお風呂ランクに入れるようにしたい。入れ替わるならどの国の方がいい？ヤンマガスト。あの男気が好き。カグラギ・ディボースキー。美味しいものが食べたい。わー、ずるい。リタ・カニスカ。めっちゃ頭良くなりたい。姫の乱。可愛いドレス着たい。姫の乱。めちゃくちゃマッチョになりたい。違う。姫の乱。美しくありたい。お気に入りの放送回は1話かな。個人的には1話。ラクレスに対する覚悟が好き。10話。レジェンドキングオージャー降臨です。17話。ギラとヤンマのぶつかり合いと絆。16話。リタが目見せるとこ、お気に入り。15話。スズメにオロオロさせられるところ。11話。クモ仮面好きです。側近のモノマネ披露。ラクレス。シュガタム国王、ラクレス・ラスティ。私が国だ。そんなデカダンゴムシ君、あまたせっす。マジか。ヒゲですか。リタ。カグラギ殿。ケラミー。またこそが地球のにふさわしいと思う。無人島に連れて行くなら誰？カクさん。なんか優しさでなんか全部自分にくれそう。俺もカクさん。食べ物取ってきてくれそう。待って、私役、じゃあ役でヤンマ、なんか一からなんか開発しそう。カクさん、守ってくれそう。僕、なんか強そう。カクさん、マッチョになりたい。世界に行けるならどんな世界に行ってみたい？それは王様。どこだろうな。
豆腐、美味しいもんがいっぱいありそう。異世界に行けるなら、ですね。全員同じ言語で喋れる世界、70億人。すごく壮大な景色の冒険できる異世界、RPG っぽい感じ。異世界、うわ難しい。向こう様の最先端技術がある国に行ってみたいです。時間がない世界。おお、面白い。後ろに出てます。みんなで面白い。男気。ない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 。後ろに。男気。後ろに。根性あるとこ。めっちゃ優しい、そして元気いっぱいなとこ。ゲラなとこ。俺の全く面白くないボケを必ず笑ってくれるとこ。誰がゲラや。かわいいところ。みんなでキングオージャー仲良し、みんなでキングオージャー仲良しポーズ。仲良しポーズ。仲良しポーズ。クマゴモブのモノマネして。リンタンリンタンリンタン人間の鏡。一人ずつ一人ずつ。リンタンリンタンリンタン好き。そこで何リンタン最後リンタン天才リッタン、おかえり。ジェラミー・ブラシエリリッタン、愛してる。ゲストの可愛いプチ暴露。え、なんやろうな。ゲストの可愛いプチ暴露、プチ暴露。あ、俺いいかも。えじゃあ、アウトは弁当をハーフ&ハーフにしてる。池田くん、ガが飛んできた時のリアクション。あそうだって俺ないな。ゆずやん、手袋を忘れた時。あ、手袋くん。やってる。ちょっと待って待って。ちょっと待ってよ。難しいよね。うわ、ちょっと難しいな。大勢が、なんか間違えた時の、反応が、すいません、すいません。アウトがグループラインで、あ、俺、酒飲んで台本で読んで泣いちゃったわって。言われてるやん。そうちゃんの、ツッコミの、あ、僕、ツッコミする時のアクションが大きい。そんなわけあるか。全然カメラの前のキングオージャーファンを映画で言うと裏で待ってる。来いよ。別に一緒に行きたいわけじゃないよ。うわ、映画見よう。なんかチケットが2枚あってさ、なんか他に行きたいってやついねえからさ、一緒に行かね。俺出てるんだけど一緒に見に行かない？うわ、いいね。映画の見どころを一言で、すごいド迫力な、壮大なファンタジー。クライマックスギラの戦いからの6人揃い、超豪華セット、めっちゃ大迫力。すごい豪華なキャスト。なんか5人の6人の王様の過去がわかる、すごく面白い。死の国に行けば、涙すること間違いなし。みんなで英語。せーの、映画見て。自称王様が真の王へ。シュゴッダム国王が即位された時のみ開く死の国の扉。わー、僕が2000年の歴史ごとぶっ壊してやる。映画王様戦隊キングオージャーアドベンチャーヘブン。